はいどうも、カリエです。うちです。早自己紹介早いわ。遅れてしまいましたが、5000人突破記念企画、チャンネル数のね、チャンネル登録者数5000人突破記念企画の当選者の発表をしたいと思います。イエーイ、やったぞこれ。おっせそれでほんま9月中旬ぐらいには、投稿するみたいなこと言ってたんですけど、ちょっと収録の時期がなかったんで。だいぶ前に撮ったやつやねこれその、チャンネル突破しましたよって言ったの7月の上旬に動画投稿してたから、まあ2ヶ月以上は経ってるんですけども、まあもうみんな忘れてるかもしれんけどね。まあでもせっかく質問いっぱいとイラストもねそこそこもらってるんで、まあ当選者発表していきたいと思います。はい、じゃあとりあえず先にイラストの方から、発表させていただきます。はーい、じゃあまずうちが選んでもらったやつが、こちらのイラストです。ドン。いいよねこれ。いいね、なんか目に優しい色してるわ。うん、緑と小崎緑。そうやね、いいですね。これちょっと感慨深いものがあるんじゃないですか俺はね俺はねあるけど、お前ないやろこれはないね絵の雰囲気だけ選んだやん。そう、じゃあ、まあこの絵をうちが選んだということなんで、うちのサインを、お送りしたいと思います、まあ送信するまで少々お待ちくださいませ。ツイッターにあげるなよあかんのあれあれは恥ずかしいからダメですねじゃあ俺が選んだイラスト紹介いたします。こちらです。ドン。なんだこいつは。いや時はと奥にジュリーといるでしょ。あ、お前や気づかんかった。お茶飲んでるんすよ。ジュリエットお茶飲まないよ。いや飲んでもええやんけ別にちょっと休憩中なんですよ。ドラゴンでしょまあこれ結構メインが時はの方になってるけど、まあ5000人突破記念企画記念で、まあ、そういうちょっと推しもあったんで、あとまあ結構彩色もねだいぶいいと、はい、時間かけてやってくれてるなと思ったので、こちらのベスト選べさせていただきました。なるほど。でこちらの方には iTunes カードか Android の Google Play の、Google Play? の番号をお送りいたします。はい、はい、送信されればしばらくお待ちください。はい、はい、じゃあ、次ます。もう一つ覚えが言ってたのはディバゲの、お悩み相談、まあ質問コーナー的なやつね、はあはあ、を、募集してたんですけども、こちらも、うっちの選ぶ副賞と俺が選んだ大賞特賞、を選んで、はい、発表したいと思います。はい、でちなみに、まあ、結構質問いっぱい来てたんよ。ほう、まあその質問を返すっていう、まあ、動画もまあちょっとまた別で作ろうかなと思っております。あ、そうなんや、うん、まあ結構質問来てたんよ。へえ、確かにそういうのあるなとかいっぱいあったんですけど、まあちょっと1個の動画で、まあこの5000人突破記念企画の当選者発表の動画内ではちょっと発表はまた別で1個動画作って、質問答えるだけの、動画も作ろうかなと。なるほど。思ってますんで、そちらの投稿はまたしばらくお待ちください。はい。はい。じゃあ、うちが選んだ、質問はこちらです。フィンセントの使い方、道を教えてください。舐めてるよね、ちょっと。舐めてはないよ。ちょっともう。フィンセントが当たったから、どうやって使ったらいいんですかっていう質問よ、だから。いや、俺からしてみたら舐めてるよ。舐めてはないよ。俺のフェス券やぞ。いやいや、そんな使ってる？使ってないね。動画内で使ってないね。じゃあちょっと動画で使ってみる。うん、じゃあちょっと動画で使ってみようや。使うの？じゃあ一回ちょっと、だからウッチーにその説明をしてもらおうよ。あ、なるほどね。はい。じゃあちょっと一回ゲーム動画の準備をしましょうか。はい。はい、
じゃあ今画面ゲーム画面うっちの画面でございますこれフィンセトをサブに入れた使い道のパーティー、そうやねんな、うん、そうだね、そうっすね。ちょっとじゃあうっちに全部解説してもらっていいですか。なるほど、はい。これちなみにボスは何ですか。パイモンの請求ですね。なんで来たんやあ、請求ちゃうわ、請求ちゃう、請求さっき無理やったから妥協してあの、まあこのパーティー使う場合は、まあ、水属性の降臨とかイベントのクエスト行ってください。そう、間違った使い方ですかそうなんですよ。じゃあどうぞ行ってください。あ、じゃあ行きますか。はい、お願いします。どういう感じで使うかちょっと俺も参考にさせてもらおう。まずね、はい、まずね、この、まあ、SP 使うんですよ、こいつは。翡翠は、まあいいとして、フィンセントって、まず SP 回復できるんですよ。ああ、そっかそっか。SP 今全然ゼロやもんな。ゼロ。ゼロなんよ。そうそう。だから、使いたいときはこいつを使ってっと、みたいな。はい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 。で、なおかつ、あと、まあこいつ、エンハンスなんですよ。ああ、そうやな。そう。エンハンス重ね掛けできるんですよ。しかもあのラプラスのアビリティ使えば、そうそう、まあ、風と回復できるからまた、そう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 、フィンセントのブーストスキルまた使えるもんね。そう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 、いいでしょ、うん、で、なるあのシェイクスピアも回復で使えるし、ね、そうなんですよ。これまあまあいいんすよ。しかもオリエンスもいいよね。そう、まあまあいいんすよこれどうぞではいきましょうか。基本的に何を入れてったらいいの。だから、まあ、ここにブーストにハート2パネと風2パネ入れつつ光1枚、まあオリエンスはフレンドはまあこれはおらんかったから入れてるだけか。そう、とりあえず本当だったらイージス、まあ、もしオリエンス入れてるんやったら、うん、まあ妖精エンハンスも効くし、そう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 、風4枚ハート1枚入れてもかも全然ありかもしれないですね、うんうん、そうそうなんですよ。まあ、妖精エンハンスやからこいつしか、こいつとこいつしかないねんけど。そうやね、でもまあまあそれはそれでいいんじゃないの。そう、しゃあないんすよ全ては。はいはい、言ってくださいあ、風あと1、おふざけんなよ、ハード出ねえじゃねえかよ今風1って言うたよなほら回復してくれたね、ほら。いいっすね、回復の SP 回復。そう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 、ハート貯めたいんですよね、ちょっと。ああ、そうやね。まあオリエンスのリーダースキルもあるからね。柔らかいですね。意外とやっぱ神級やしね。いきなり死ぬんちゃうこれ。かなりアタックアップしてるけど。ちょっと。いきなりラプラスでも一応。ハートパネル出やすくなってるはずやねんけどね。おお、まあでも倒せんじゃないこれ勝てるんかっていうかそもそもやけど。おお、確か進化後も先生はなかったはず。先生ないよな、はい、いやで俺だからアクティブスキルは使われへんけど。マジかよ嘘じゃん。遅延とかで耐えしのぐしかないよね。あ、オリエンス来たやん。お、ほんまや。あの、もう一回言うとくけど、うん、パイモンで使うのはちょっと間違ってますからねパイモン戦でこの風パーティー使うのは若干間違ってますからね。しかも体力ねえし。どうするんですかこれ。いや、もう行くしかないでしょ攻め込むしかないでしょこれ。まああとアクティブスキルあと3ターンで使えるしね、うん、そこで一気にやるしかないよ。そうだよ。うわー、マジでそんな食らう。まあ弱点やしなおい、ちょっとマジかよなんだよこれ。あえいや、フィンセント使わないままもう死んじゃな。確かにそうや。ダメでしょ、ちょっと使ってねえようわもう使えるんだよ、でも。あ、ほんまや、使えるやん、コンティニューしたから。そうそう。あ、じゃあやりますか。
だっていいよ。あでもあかんな、貯めてからでもいいと思うけどな。あでもラプラス使えたらよかったな。いや、あでも遅延、遅延でいいか、遅延がいいね。よし、いやまあまあ、どっち使うの、翡翠使うの。あないな。何がどういうこと。翡翠使うかラプラス使うかっていう話。え、どっちも使えばいいんちゃう。 1.5 倍やし。あまず、はい、もうだから勝負かけるよっていう。あもういいんすか、勝負かけて。いや負けるでしょこれ。そうやな。いけます。あじゃあ行ってください。あまあこれあるから遅延するから、まあまあ当分はいいんちゃいます、これで。じゃあ一回ブースト入れた方がいいんじゃん。そうだ、ブーストを作ろう。じゃあ使っていいんすかここ。いやこれはいいんすよ別に。あいいんすか。別に、はい、とりあえずハートが来てほしいんだな。あでもまあこれでブースト出たらまたロパス使えばいいんじゃない。うん、ハート真ん中に置いて。そうやね、来ないね。ないな。来ないね。おい、このターン内に出るか。ちょっと、いいんじゃない。しっかりしてくれよ。で、しっかりしてくれよ。動画撮ってんだよ。わかってる。ちょっと。でね。使うか、ちょっと。もう使わないけど。まあもうこれで無理やと使おう次。そうやね。ハート2枚出てきてほしいよね。ああ。いや、いけるよ。まあ、さすがに出るでしょ。おし。え、こっからこっから。え、あ、そう、まず、積んでいく感じですか。積んでいきましょう。はい。で、まあ、せっかくやから、オリエンスも。そうやね。使えば相当な火力にはなると思います。そうだよね。そうで、できたら。何できたらとは。ハート3枚、ハート2枚を入れて攻撃力をさらに2倍にするっていう。だからこれにもうハート3枚入れればいいか。そうやな、それでもいい。それが楽よね。うん、で、あとハート2枚をどっかで決めれれば。いや決めれないな。まあでもそれでもいい火力になると思うよ。おー、いいね。はい、まあ、4コンまで濃厚やから別に気にすることはない。あなたもそういうタイプですか。気にすることはないよ。まあまあそれ、まあ確かにね、そのフィンセントって妖精エンハンス、そう、そうそうそう、やっぱ強いし、うんうん、まあまあたまたまやけどフレンドにオリエンス入れてるから、うん、そうそう、あのすごい相性いいと思うよ俺も。だよね。ただうん、あでもまあこれ言い訳できるよな、フィンセントで回復しまくってみたいな SP。 ああ全然濃厚であるからっていう。もしかしてあのコンティニューしたとこカットしたと思ってる。そう。ごめんやけどフィンセントどんだけ。はい、ということで、ウッチーのフィンセントのパイモン攻略ね。パイモン攻略でした。いやパイモン以外でやれよ。ないじゃん。メイザースとかでやったよかったな。え、今ある。今ないけど。なんやろ。また来た時、うん、まあ、それで挑戦しようや、この次来た時。え、フィンセントの使い方。めっちゃむずいやろ。それでチャンネル作ろうか。フィンセントの使い方で降臨を攻略してくみたいな。フィンセント利用法チャンネル。なんのチャンネルや、縛りすぎやろ。はい、ということで、それが、ウッチーの、質問ね。はい、やらの質問でございました。これは景品あんの、サインが送られます。2個あんの。はい、で、続きまして、俺が選んだ、お悩み相談というか、うん、質問、うん、まあ質問なのか。ちょっと分かりづらいところあるんですけど。そう、何ですか。はい、この方からいただきました。ドン、オリエンスの落とし方を教えてください。あドロップの方なんやな。ざっくりかな。ドロップしてねえ。ドロップの方なのかな、それとも DR ね、その。だから
あれやろ、二次元にも恋してやってる。そういう意味で面白くないこの質問。二次元に恋してんのか。これはどっちかというとドロップじゃない方かなって思ってる。だ落ちるもんな。まずあんな毛ひった顔を落とすってなかなか難易度高いと思う。多分まあ俺が思ってるのは、一緒にこう左目をえぐったらいいんじゃない。左目を一緒にえぐり合う中、まあまあリスク高すぎやろ。リスキーすぎやろ。するとあなたも毛ひったのねみたいな。まあまあやばいやろそいつ。ちょっと落ちるやろ。ちょっとじゃない。君が左目をえぐるなら僕もえぐるよって言ったら、女の子もストーン落ちるよ。グロテスクやな。まあそれはまあまあ別として、まあそれもしドロップの方の質問やったら、まあしつこく回ってください。まあそうやな。それしかないです。あの確かに落ちひん、なんかこう、うん、サイクル的なやつあるよね。あるけど降臨って、うん、あのなんか 2,3 周回っても落ちひんっていう時もあるし、うん、っていうのもあるし、やっぱりそのスタミナ50減るって、まあそのランクまだ100とか200とかの方って、あそっか、なかなか集会しづらいところはあるから、まあそうやね、最近降臨って、まあ、2日ぐらいやってるから、2日間ぐらい、うん、回れるって回れるんじゃん、うん、回ろうと思ったら回れるんで、まあ、集中してちょっとしつこく、回ってみてください。で、まあ、その回るのがなかなか難しいとかっていうのであれば、またオリエンスの簡単攻略動画も上がってるんで、それ見てもらってもいいやし、まあ確かに炎属性出にくいっていうのがあるからね。なるほど、うん、だからちょっと炎じゃないと回りづらいっていうのもあるけど、炎が出にくいから結局難しいなっていうところもあるんよ。なるほどね。確かにか。ああいうタイプの女の子に会ったことないから、分からへんよな。まず左目えぐれてるわけやろ。左目えぐれてる女子ってなんなん。前髪短すぎ女子みたいな言い方。最近あるやつ。そうそう、前髪短すぎ女子おるけどさ、昔から短かったからね。そうそうそう、左目えぐれてる女子出てくるんちゃう。これからなかなか、これあ、まあこれからちょっとトレンドになってくるかもしれないな。そう、左目えぐり系女子、左目が行方不明いさ。とりあえず以上かな。以上か。はい、ということなんで、まあ今ちょっとね、もう5000人突破記念って言ってからもう2ヶ月3ヶ月ぐらい経ってんねんけど、3ヶ月現在今7200ほど。すぐやん、もうチャンネル登録者数が、ありがたいことにね、すごい多いね。登録していただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ次は1万か、1万か、1万のところでまたちょっとこういう企画できたらやろうかなみたいな感じでございます。いいよね。いいですね。とりあえずね、まあこれからその、まあ、2周年も終わってさ、うんうん、リンクシステムとかアニメとか、うん、まあ、いろいろまたこれから盛り上がる要素いっぱい出てきてるっぽいけど、確かにね、まあ、こっちも負けず劣らずと、なんて言うてんの、なんて負けず劣らず、あーあー、はい、一緒にねリバゲー、その盛り上がりにも盛り上がりに俺らがブーストかけるように盛り上げていくんで、あランクマートあれやろ、そうっすよなあ、やっともうちょいでカンストなんで、すごいな。ありがとうございます、まあ、その時にまたあのボックス紹介とかしようかなと思ってるんで、うん、確かに、はい、よかったらそちらも見てください。はい、はあ、ということなんで、今回これで以上となります。はい、当選者の皆様おめでとうございました。おめでとうございます。じゃあまた他の動画で。おめでとうなんかな、俺のサインやで。よかったらこれから他の動画もそうですね、ください。はい、まあ、ちょっとあのもしかしたら左目えぐった人は右目でしか見られないちょっと分かんないけど、あの、うん、気をつけてくださいね、出血多量だけはね。そうですね、はい、取った眼球はちゃんと大切にあの引き出しにしまといてください。ということでお疲れさんです。はい、お疲れ様です。